アニコ家25年分の仲間たちのシーン、さすがに最高すぎた。最終バトルでピカチュウの目の前が真っ暗になる演出も見事で、ほんとそこからの流れが素晴らしすぎた。アニコ家は終わっちゃうけど、歴史に残る名バトルになりました。まあ一番は月光がバーサス次回んですけどね。とりあえずサトシくん、お疲れ様でした。以上、アニメのお話でした。